原宿の新名所になるべくシンボルとして、こちらのアメーバフレッシュスタジオの1階にアメーバの新キャラクターであるアベマの像を設置する運びとなりました。それでは早速お呼びいたしましょう。皆さんどうぞお越しください。ハピネスから須田アンナさん、よろしくお願いします。ゆりのさん、よろしくお願いします。ジェネレーションズ from エグザイルトライブから関口メンディさん、お願いします。そしてエグザイルから黒木啓司さんです、お願いします。皆さんようこそお越しくださいました。さあ、2号さんが原宿といえばということで連想するメンバーに招集をかけてくださったということなんですが、浜口さん、浜口さんの どういう意味ですか、それ。どういった部分が原宿なんでしょうか。原宿ですよ、この過去見てくださいよ。ヒューマンメイドのハピネス仕様ですよ、今回。なるほど。そうですよ、バッチリですよ。原宿をイメージされて、衣装もお選びいただいたということですね。はいはい、大好きな街なんで、もう若手の時代から。そうだったんですね。はい、では浜口さん、ご自身も原宿に思い入れがあるということなんですね。はい、もともとこの裏にも好きすぎて住んでた時もありますから。はい、実際に住んでいらっしゃったこともあったんですね。そうです、そうです。なるほど。はい、さあ、そしてお隣、バーバルさん。はい、芸能界一のファッションモンスターとの呼び名も高いバーバルさんですけれども、確かにね、ありがとうございますじゃないですか。いやもう光栄です、ありがとうございます。確かに原宿っぽいなと思ってしまうんですけれども、はい、実際に原宿でお買い物されることとかってあるんでしょうか。しますね。あるんですね。古着屋さんが結構密集してますので、なんか好きなあのスポットがあってちょっと行ったりして、はい、お買い物してます、はい、実際にお買い物されることもあったんですね。ではバーバルさんのファッションも原宿から少し影響を受けている部分もあるかもしれませんよね。さあ、では他の皆様にもお話を伺っていきたいのですが、何はともあれまずはアベマ像の除幕をしなくてはなりませんよね。それではいよいよアベマ像の除幕を行いたいと思います。では皆様ご準備よろしいでしょうか。それではお願いします。どうぞー。